くれちゃった。おはよう。まずは白湯を沸かすところから一日がスタート。これは世界中のどこにいても変わりません。ああセクシーな湯気。白湯が飲み物の中で一番おいしい。ただー、みんなご存知シルクのパジャマだよ。このパジャマまだ紹介してないけど、シワシワ恥ずかしい。でもこの色めっちゃいい色。好み。出ました。冬の友達ユタポン L サイズ。これで朝が始まったことがありません。なんかしゃくれてきた。きつにゃごにゃご瞑想タイムに突入です。聞いてください、この地響きのようなぐるぐるを。何してるんだ。メーターについてる。はい、私、はい、はい、猫からキスもらいました。え、仲悪くないよ。たまにこうやって食べちゃいますね。いや、親猫の真似をしてるんですよ。そして念入りに掃除をされるまでがデフォルトです。仲悪くないよ。チニャオ。おい、人差し指の気持ちも考え。皆さんね、私くらいのレベルになるとブルブルマシンもレベル99になります。これを1回10分から20分、朝晩1日2回ですね、続けております。お尻の穴を閉めるのとパイパイにバンド巻くの忘れるなよ。こちらも朝必ず飲んでいるリポソームビタミン C とコラーゲンペプチド、一緒に飲むとコラーゲンの吸収が高まるらしいぞ。これについてはまた詳しく動画出します。ちょっとね、本当日本帰ってきてから病気かよっていうぐらい顔がむくんだり腫れたり大変なことになってます。朝ごはん食べよーっと。16時間空腹の名残でだいたい昼前ぐらいね食べてますね。で、手に入るものが違うから、まあ今はこんな気分かなってやつを食べてます。猫に挨拶忘れずに。だいたいきな粉入れすぎてむせる。ほら。続きましてはカオスチームのためにお湯を沸かします。12年測ってなかった体重を最近測ったり、測ったからなかったことにしてもらったや。わあ、お湯が沸いたのでタオルをかぶってカオスティーン。必ず火を消してからやってね。よし、顔洗うか。このよしってなるまでにだいたい数時間かかります。朝はだいたいぬるま湯だけで洗って、時々クリームクレンザーか手作りの米ぬか洗顔で洗います。このスピードでスキンケア終わったら最高なんですけど。朝晩自分で作った化粧水で顔と首をパックするよ。このみんな持ってる100均で買えるシリコンシートマスクカバーみたいの最高だよね。スキンケアが終わったら、最近はあんまり顔触らないようにしてるんだけど、あんまりにもむくみがひどいのでちょっとマッサージします。マジカメラに映れるクオリティじゃないよこれ。映ってるけど早送りしてるけど長いから切るよ。あら、ちょっと良くなったんじゃない。はい、みんな日焼け止め塗るの忘れないでね。お姉ちゃんにそんな顔触る赤くなってんじゃんって言われたけど、優しくやっても赤くなるんだよ。でももうちょっと優しくやってあげようかなって思った。グー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 。やっぱり顔がむくんでる日は頭皮マッサージに限る。ほら、すっきりしてきたでしょ。ちょっとそれにしてもほんとこの日ひどかった。むくみが何だったんだろう。し、100円目つけた Milk Frother。 あ、12時になる前に気のせいきのこのアダプトラテを飲まなくちゃ。豆乳を温めたらこれでこうしちゃうぞ。ほら見てごらん、この感じ。続いてはアダプトラテを少量のお湯で溶いていきます。え、こっちの方が早いね。うえ、もういい感じに混ざってる。そこにさっき作った泡
豆乳豆乳うわえこれって天国後日温めた豆乳に直接アダプトラテを入れてウィーンってしてみたんだけどえこれでよくねあの天国の泡はないんだけどねわーわわだこの泡は世界を救うよ、まあ、ごちそうさまでしたうんこうあアダプトラテでは過去最安のセールを開催中8日間限定定期購入のみ最大 80% オフしかも今日使わないと明日 5% 高くなりますなんだそれ一番人気の定期購入が定価1万500円なんだけど今日1月8日なら八海のクーポンで 50% オフで1万500円が4200円。そしてベストバリューのダブル定期購入は定価が2万1000円のところ今日1月8日なら八海のクーポンで 50% オフ2万1000が7200円。待って一袋3600円、めっちゃ安くなってない？でさこの割引率は1日ごとに 5% 下がっていっちゃうの。だからあなたが見てる今この瞬間が一番安いってことになります。キャー1月8日は 50% オフ、9日は 45% オフ、10日は 40% オフ、11日は 35% オフ、12日は 30% オフ、13日は 25% オフ、14日は 20% オフ、15日は 15% オフ、16日は 10% オフ。待って 10% オフでもだいぶ安いけどこれ 50% オフの時に買えたらいいよね。今日見てくれてありがとう。これならお試ししやすいよね。いやこのチャンス逃したらあかんで。クーポンコードは YATSUMI やつみ、お忘れなくですよ。最後にみんなに私の大事な人を紹介するね。くまちゃんです。 Hello。 私が生まれた時におばさんがくれたものです。くまちゃんよりちっちゃかったんだから。くまちょっとシャイ。もう40年経ってるし、猫に噛まれたり鳥につつかれたりしてるので結構シヤシヤになってるけど、あーかわいいです。処分されそうになってるところを救出しました。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。